神奈川新聞からかなろこニュースをお伝えします神奈川県内の公立高校入学者選抜で全日制の欠員が前の年度と比べて482人増の1521人に上り現行の共通選抜制度を導入した2013年度以降で最多となりました。 普通科で充足率が定員の4割台にとどまる学校も複数あり抜本的な対策が求められていますロシアによるウクライナ侵攻を受けて小田原城が8日まで平和への願いを込めて夜間ライトアップをしています午後7時から8時までウクライナ国旗の青と黄色の光で交互に小田原城を照らしています <music> 新型コロナウイルス感染症をめぐり、神奈川県内で5日、新たに男女10人の死亡と、10歳未満から100歳以上の男女6198人の感染が確認されました。また神奈川県は、新たに244人が自主療養したと発表しました。自主療養者の累計は1万1006人となりました。